私は。ふふ、元に戻ってよかったよ。まったく、絶対に暴れることもないあなたがあのティアラの力によって、あなたを暴走させていたのよ。助かってよかったよ。え？私は一体、ティアラ、あの秘伝の書。秘伝の書？それは秘書を超えるまででしょ？でもティアラから解放されて、ほんとよかったよかった。ティアラ、そうだったのですか。あのティアラ、なんだか怪しげな雰囲気を放っていたから、被るとどうなるか気になっていました。まさか被ったら、暴走してしまうと、私も何者かに精神を乗っ取られていたかもしれません。ごめんなさい。小石さんにチルノさんたちに多大なる被害を与えて。大丈夫だよ。本当に元に戻ってよかったね。あはは、ハッピーエンドだよね。これでこれでみんな笑顔になっちゃおう。そういえば、マリサを探しに来ていたんだ。ねえ、ネック。このレディズアンタジアにもあのキラーティアラが見つかったよ。どういうことなの？ティアラは一つじゃないの？小石よ。それについては未だ詳細をつかめていないが、少なくとも一つではないことを本当だと思うようにするといいだろう。君はマリサを探すべく、他の次元に行ってみるのもいいだろう。わかったわ。どうせ、ここにもマリサがいなかったし、一体どこにいるやら。さてと、そろそろ次なる地にも足を踏み入れる準備をしておかないと。次なる地？でもどこかへ行かれるの？早くないかな？もっと修行が必要だよ。もっともっと、早くもっと。悪いけど、私もずっとここにいられるわけがないんだ。ごめんね。待ちたまえ。師匠に顔を合わさずに帰るのか？え？師匠？私だ。ここで門下生を強い奴に育て上げている。なぜかって、強い力こそを振り絞らないといつまでも弱者のまま、強者になってどんな強敵とも渡り合えるためだ。そんな君も来たるべくにして、来たのだろう。そして、修行したのだろう。いいじゃないか。認めようぞ。だが、まだ次なる地へ行くのは早すぎる。私の用意する試練をこなせない限り返さないぞ。わかりました。まあ、た面倒なのに付き合わされそう。あはは、やったね。もっと練習しよう。ふふ、私の試練をこなすことで強くなれるということを直々に叩き込むのが通だ。そうだな、小石と言ったな。お前にもその力があるか、この私と所用無常とな。これを受け止めてみろ。なんたる炎の技。鳳凰のごとく、熱き烈火の炎をもたえろ。騙すべく白き熱きハートを節に持て。ぐぬぬ、やったわね。私もお返ししてやるから。ほう、ちょっとはできるじゃないか。だが、そんなこんなでやり返しがつくと思って、油断したかと思うと後戻りなどできぬ。それを分かっての決断力を見出せ。ほら、どうした？切られたいのか切られたくないのかはっきりさせよ。見出せ。じゃないと己の行くままで、燃え尽きてしまうぞ。はぁ、さすが師匠。強いですね。なかなか勝ち筋が見えてこないというか。師匠の後ろに高い断崖が見える感じ。そうだ、簡単に突破なんてできやしないもんだ。これこそ修行の成果を全部に出すべくに発揮せ。そうだ、これくらいでは満足できぬなど、お主をもっと奮い立たせようではないか。なんだか騒がしいか。キラーティアラはこちらに転送するとしよう。で、キラーティアラがなくなったぞ。どういうことだ。悪いな、こいつで最大限のパワーを見出すぜ。キラーティアラ、師匠、そんなものを被るなんて。悪いか、お主を倒すべく固い壁とならん。そんな、さっき解放したばかりに、なんでこんな目に。ははは、は、見事なるビッグパワーを得たみたいだな。小石、もっと相手にしてくれ。こいつのおかげで最大限のパワーを筆頭にもっと熱くなれるに違いないぞ。ほら、避けないと、最大限のパワーを言い出すぞ。じゃないとこんがりと焼けた美味しい焼き揚げにでもしてあげよう。たこ焼きか、お好み焼きか、お祭りの屋台の主役でどうだい。でもキラーティアラをかぶっているのに、師匠はそのままのような気がする。どうしてなんだろう。普通なら精神が蝕まれて制御できなくなるほど暴走するのに。小石、どうやらバトル中だな。キラーティアラを力ずくで奪い取るとは超人並みの力を握っているようだな。でもね、ネック、なんであれを被っているのにもかかわらず、
平然と私に話せているのかしら。彼女はかつて次元のどこかに消えたとされる。今花木とある伯爵ではないかとされている。そしてこのような次元では姿を現したゆえは強靭な力で大地も手にする強靭となっているのだろう。そう、キラーティアラを打ち勝って己のパワーを味方にしたのだろう。これはかなりの強敵だ。気をつけろ。ほらほら、何を独り言言っている時間がある。どうしようもないのなら際限なく踏みつけてやるぞ。わかったわ、師匠。そのティアラの力といえど、全身全霊を込めて打ち勝ってみせます。はぁ、ティアラが落ちた？ふぅ、よくぞやった。魔獣のように暴れる。そんな怪物ごときに私の体を奪おうが憑依しようが、早い。己の鍛錬で、いかなる悪をも打ち勝て。このキラーティアラはネックに渡しておくから安心するがいい。え？ネックと知り合いなの？そうだな。こう見えても次元を超えてはいい仲としているんだ。小石さん、もう行かれるのですか？マリサを探すべくにね。でもそのついでにとんでもない強さを身につけたかもしれないわ。本当にかっこよかった。ゲストもまたここ来て、一緒にまた強くなろうね。ありがとう。キラーティアラ大量生産、刻々と進んでおりますな。なあに、あの暴れ狂うもので、次元に影響を与えれば、次第にこの時空の出来事は思うがままに操ることは傀儡のごとくです。ちっとも緑な恋が邪魔しているけど、まだまだ、時空を操る原動力にもなり得る本物、上等、貴重、素敵、なキラーティアラを恋どもに集めてもらうのです。ニールはわからないでしょうね。我々の計画は計画の通り着々と進んでおります。なんとなく嫌な予感はしてたけど、まさか、砂漠のようなところに来るとは。ここは、シーハーン、っていっていう平行世界なのね。にしちゃ、こんなところにマリサが迷い込むなんて到底考えられないよ。まして広大にも見える砂漠地帯からマリサを探せなんて、モーリーを探せ、の810倍難しすぎるわ。でも前の次元でも気になったわね。フランドールたちがまさか平行世界からやってきていた。なんて。そんなのほんと、考えてもいなかった。私はそんなこんなで、マリサを探すべくにシーハーンと呼ばれる次元に来たの。おそらくマリサがいるだろうと推測して。でも昼は暑い砂漠、夜は寒い砂漠。デリケートなところから、マリサを探せるのか？おや？少なくとも人がいそうなところにたどり着いたみたい。なんだか何かの文明とかがあったりするんでしょうね。ほんと、ここは惑星の流域にも出ないほど、すっごいところなんだろうか。埋まってます。埋まってます。あん、なんか聞こえるわね。おい、埋まってますとか言っているよね。一体、どうしたんだい？電源つけて、電源つけて。電源、携帯ね。まったくしょうがないわね。ふ、助かったよ。け、携帯が喋ったー。あは、携帯が喋るのも普通じゃないですか。あなたそういうのに慣れてない？バカ、携帯が喋るとかの以前だわ。それよりあなたは誰？私はナレーションの子役、略して、ナレコ、だよ。君はこんな荒廃した砂漠に訪れるなんて随分と異国のものだな。鍛錬を積んだ者こそが砂ある地を越えるという風習があってね。ここに迷い込む人間がいるそうだ。迷い込む？ねえ、ナレコ。何よ？私も探している人がいるの。黒い帽子に黒いメイド服みたいな感じで、黄色の髪をした女性なんだけど、見なかった？見たことないね。そもそも、このシーハーンってところは人間や生物が余裕を持って生きながらいる場所とは考えにくかったりするんだよ。やはり、砂漠だから？砂漠だからって理由では片付けられない。時折空の色が変化した時に、放射能に似た物質が空から降り注ぐという危険極まりない気体と言ってもいい。そんなもん浴びたら危ないじゃん。だけど安心してよかった。ナレコの力を使えば小石さんを未知なる物質の影響を無効化できるのです。よかった。これで安心して探索できるじゃない。でもこの世界にはあまり長くいるのは用心すべきだね。なんでもこの世界はね、1年が過ぎると、徐々に地形が壊れていき、空も真っ赤に染
まる現象が見られているの。それを人々は世界の終焉なんて呼んでるんだ。もうすぐで滅びる、そう信じて人々には夢も希望もない世界になっている。そんな世界は嫌だろう。だが誰が何をしようとこの世界がどうにかなる、なんてとても難しい話だ。とまあちょいとくない話をして悪かったね。これを食べて元気出してね。おお、気が利くね。いただきます。何のお肉かしら。美味しいわね。この世界にも一応動物がいたり食欲